こんにちは。はい、本日は新札の前半の新札が入ってまいりましたので、はい、ちょっとデザインが特徴的ですのでちょっと2人で来てみました、はい、最後までご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ブランドが、先ほどお話しした前半なんですけれども、はい、こんにちは。こんにちは。はい、前半なんですけれども、同じくオランダの何でしょう、画家の方の、はい、とのコラボレーションのプリントとなっております、はい、なのでこうデザイン的にはすごい特徴的で、はい、可愛い柄ですのでそれぞれまず T シャツからご用意いたします。はい、まず私の方から、ヘドオフという画家さんなんですが、ちょっとポップな柄だったり壁画を描いたりするアーティストさんで、なので今回のデンハムのロゴも少しポップなものになっております。こちらの背中のロゴも、ハサミがですね、こうネイビーの糸を切ってるようなデザインになっております。はい、そうですね、黒の上にネイビーがちょっと見えにくいんですが、はい、あ、そうですね、見えます。はい、はい、色使いがすごい綺麗ですよね。そうですね、ブラックは割とシックなんですが、ブラック店長の方のタイプがよく、やはりデンハムではよく使われる盆栽、はい、盆栽のにハサミが、はい、プリントされているものと、後ろがちょうど、はい、見えてますか。見えてます、はい、すごくポップな色合わせのブルーやオレンジで描かれた、はい、盆栽を裁断している様子でしょうか ね、 ね、はい、この画家さんのことをお話しいただきましたかね。はい、はいはい、少しポップな絵を描かれる方です。ちょっとね、暖かくなってきて結構色柄取り入れていただくのに、はい、カジュアルスタイルの方も、はい、素敵なアイテムかなと思います、はい、ちょっと元気になる。そうですね。ですので、はい、です。それこそヘドオフさんはコロンビア のランドマークにもなっているすごい長い壁画があるんですけれども、結構すごいフォトスポットにもなっていて、そういうところの確かに、はい、画家さんになりますね。確かにこれも写真撮りたくなりますよね。絵が描いてたらね。はい、撮りたいですねこれ。可愛いです。ちょっとようにメンズの XS を、はいはい、お互いに着ております。と、はい、他にもアイテムご用意しております。パーカーです。これも先ほど清水さんが着てくださっている T シャツと同じモチーフのタイプでございます。はい、パーカーとそれこれもね、今着ようか迷ったんですけど、これはワンポイントに前だけ。はい、こんにちは。こんにちは。ヘドフさんのプリントが描かれたワンポイントと、後ろにはバックプリントはないのですが、ワンポイントでデンハムのタグもついております。形もちょっとあったりシルエットのプルオーバーとなっております。はい、はい、このぐらいのワンポイントだとすごい使いやすさもあって、そうですよね、ちょっと遊び心を持った、はいはい、デザインとは、はい、なっております。以上4パターンでのご用意でございます、はい、お値段などは後ほど表記しますので、ぜひそちらの方も詳しくご覧ください。はい、はい、本日はデンハムとヘドフ、はい、のコラボレーションシリーズをご紹介させていただきます。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。今日はメンズアイテムなんですが、女性にも来ていただけるコラボアイテムをご紹介させていただきました。はい、本日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のご来店をお待ちしております。では失礼いたします。失礼します。